ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩元帥が国中の生徒たちの学びの千里の道幸運の参加者に贈り物を贈りました。金正恩元帥からの贈り物を伝える集いが24日茶山道の孫恩軍で行われました。朝鮮労働党中央委員会リー・イル本部長をはじめ関係者が幸運の参加者とともに集いに参加しました。集いの後生徒たちは幸運を続けました。敬愛する最高指導者金正恩元帥が朝鮮少年団第8回大会で行った演説。少年団員は社会主義祖国の真の息子娘少年革命家になろうの全文がロシアのホームページイルクーツクブログスポットトーツカルに載りました。偉大な金正主席の生誕106周年記念ヨルダン準備委員会が発足しました。準備委員会は4月15日まで記念期間とし、金日成主席の不滅の業績と共和国の不滅の威力などを紹介するいろいろな活動を行うことにしました。太陽節に際して各国の人たちが談話を発表しました。朝鮮人民との連帯及び朝鮮統一支持アラブ委員会マルワン・スラフ委員長とアルジェリアの政治評論家で国際関係アナリストであるアリー・ガルジュリ氏は談話で、早くから革命活動を始め生涯国と人民のために全てを尽くした偉大な金日成主席の不滅の業績を称えました。朝鮮のチョンリマ製鋼連合企業所で科学技術の力で鋼材生産の物質的技術的土台をさらに固めています。連合企業所では集団的技術革新運動を活発に展開して熱の損失を減らし溶解時間を短縮する新しい溶解方法を超高電力電気炉に導入し、鋼鉄の1トンあたりの電力消費を減らしながらも産業を増やせる土台を築きました。また高炉の床の築造を新しく改善して減反に消費基準を従前より低め、電気炉に電極保護用のセンサーを新しく装着して電極の寿命をはるかに伸ばしました。増解部門では輸入燃料に頼らない新しい加熱工程を構築し、鍛造職場では10余りの部品を自力で生産して大型鍛造品の生産が増やされる段を築きました。耐火物職場では経済性の大きい耐火レンガの生産工程を新しく構築し、製錬などの寿命を5倍に増やしました。朝鮮の国家科学院中央工業研究所で研究に励んで成果を上げています。研究所では臨成功の生産工程に切実に必要な空気機械式付箋機を新しく製作し、建築物の上塗り用ペイントなどの仕上げ建材を独特に開発して人民経済の自立性と主体性の実現に役立たせています。また鉱物に含まれる各種合金元素の分離技術を新しく確立し、現場に取り入れる研究でも成果を上げています。共和国各地で春の植樹が活発に展開されています。三次南道の孫波郡で植樹のプランを段階別に具体的に立てて苗木を優先させ大衆挙げての運動で木を植えています。また、チャンヨン郡では、郡内の大和村に漁師の木々を科学技術的要求に即して植えています。ケソイン市とチャンヨン北道クソイン市など各地の勤労者も、自分の故郷を公園のように、森のように築くため奮起して多くの木を植えており、ハムギョン北道チョンジン市の高級中学校卒業班をはじめ、全国の卒業班の生徒たちも、熱い祖国愛、郷土愛を持って母校と村に丹精を凝らして木を植えています。朝鮮で正確な天気予報と大水予報の IT 化が推進されています。近年地球温暖化の影響を受け、朝鮮でも気温上昇や集中豪雨、干ばつなど極端な気象現象が頻繁に顕著に現れていますが、
これに対応してオートメ化された気象観測ネットを拡大し、観測をリアルタイムで保証するとともに、天気予報の正確度を高めるための中小規模の気象現象や展望の予報といった科学的な方法を取り入れるなど、気象部門の全工程の IT 化が急ピッチで進められています。また気候、水利状態などを正常に監視し、その情報を迅速に通報して、農業、交通運輸など各部門で対策を講じるようにしています。世界気象機関との国際的協力を強め、国の気象部門の IT 化をさらに充実させるためには大いに努力しています。偉大な金正恩総書記が誕生した北東山の秘密のベースキャンプにある聖火が位置したソベクスバニの発見を描いたブロックシート一種が出ました。ブロックシートにソベクスバニの発見である天下一番の正恩未明、雪景色の中の聖火、日の出の岩と龍目の岩、長剣の岩、天剣の知性、ソベクスバニに咲いた樹氷の花、四季を問わず流れるソベクスの水、2月の花火の夜景、引きも切らずに訪ねてくる人たちがデザインされています。早朝客が社会主義一路を進む著存の誇らしい現実に驚嘆を禁じらずにいます。トンガ民主共和国大学生生徒連盟代表団団長は、先代の指導者の思想と意味をそのまま引き継ぐ金正恩元帥の正しい導きのもと、今著存は社会主義建設で世界を驚かす奇跡と飛躍を次々と生み出し、力強く前進している。自主の時代を先導する社会主義著存については前から知っていたが、自分の目で確かめた時の衝撃はあまりにも強くて何と言いようがないと述べました。タイ朱雀思想研究会代表団団長は、敵対勢力の著存押しつぶし策動が極みに達しているが、社会主義著存では世界を驚かす成果が相次いで達成されている。社会主義一路を成功裏に進む著存を通して、朱雀思想が科学で真理であり実践で絶大な威力を発揮していることが実証されていると述べました。朱雀思想国際研究所理事長は、一致団結、まさにこれが金正恩元帥に導かれる著存の姿で誇り力だとし、天が授けた偉人に導かれる著存は世界にさらに三千たる光を放つだろうと述べました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、21日南朝鮮の軍人権センターが朴槿惠を退陣させるために南朝鮮の全域で展開された大衆挙げてのキャンドル闘争を武力で鎮圧する計画に加担した者たちを全員処罰することを求める声明を発表しました。以上でニュースを終わります。チョジョギルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。今後の気温はとても暖かく、時には昼の温度が10度を超えて、街を歩くと冬に着けたでは汗が出るほどですが、皆さんの地方ではいかがですか？はい、どことなく春の気配が漂っているこの頃ですからね。さて、今後もリスナーの皆さんからお手紙が相次いで届いていますが、その中からまず東京都の小室淳さん、小室淳さんのお手紙からお読みしましょう。明けましておめでとうございます。久しぶりです。2017年12月から2018年1月まで仕事が忙しくて新年の挨拶が遅れました。どうもすみません。全世界の進歩的人民の最大の祝日である皇后母子節を心からお祝いします。この頃朝鮮の声放送のインターネット版に毎日アクセスしています。私も健康で皆さんも健康のことと思います。
小室さんはお手紙に、今日本のマスコミが朝鮮人民軍創建70周年記念閲兵式で行った敬愛する最高指導者金正恩元帥の祝辞を毎日大きく取り上げていることについてお書きになりました。小室さんのお手紙には他国名などの日本語訳についてのご意見も添えられていました。小室淳さんはお手紙の最後をこう締めくくっておられます。皆さんのような親友が共和国にいるということで寂しく思っていません。これからも基放送を聞き続けます。返事をお願いします。強い意志で危険な心臓手術を無事終えて訪朝なさった小室淳さんです。待ちに待っていた小室さんからのお便りということでスタッフの皆が喜んでいます。健康を顧みる間もなく仕事に忙しい中でも放送を聞きになり、番組内容や放送のためになるご意見などを送ってくださった小室淳さん、どうもありがとうございます。小室さんのお便りに接するたびにスタッフの皆は仕事の誇りを感じていますし、また小室さんが大事な大事な友人で放送の道連れだと思う次第です。小室さんがこれからも健康管理にもっと気をつけて、希望と情熱に満ちた青春時代の姿そのままに再会することを願っています。そしてお好きな音楽などをどしどしリクエストなさって、深い情緒の中美しい生活を築いていくようお願いします。かわって東京都の鈴木浩二さん、鈴木浩二さんから1月2日付の受信状況とともにこんな内容の手紙が届きました。私は内科、外科、胃腸科、小児科などの診療所経営を行う医師、医学博士であり、諸村の声放送、日本語放送の愛聴者です。初めてお手紙を差し上げます。私は日本の東邦大学医学部を卒業し、医学博士号を取得し、アメリカの医学部に研修に行った経験もありますが、諸村の声放送を聞いていたおかげで資本主義の強風が襲いかかっても平然とした態度でいられる度胸を育ててくれたと基放送に感謝しております。世界的な政治経済指導者でおられる偉大な金正恩元帥におかれましては、くれぐれも体を大切に過ごされるようお祈り申し上げる次第です。偉大な金日成主席、金正日総書記、金正恩委員長の的確なご指導で朝鮮民主主義人民共和国が繁栄しているのは羨ましいことです。はい、その続きです。医療従事者としては資本主義医療制度の限界を感じております。日本にも一部金儲けしか考えない悪徳医師がおりますが、朝鮮では医師区域担当制など優れた医療制度や平壌医科大学病院、金満湯病院、保健省歯科総合病院、平壌三院をはじめとした平壌の優れた医療機関だけでなく、地方都市にも優れた医療機関があると承知しております。無料で充実した医療を受けられる朝鮮人民が羨ましく、また医師として共和国を訪問して実情を視察したり、共和国の医療水準の向上に貢献できることがあれば、ぜひお役に立ちたいと思います。受信報告ですが、2018年1月2日の平壌時間6時から9時までに 9650kHz で放送を受信しました。受信状態は良好でした。受信確認証の発行をお願いします。日朝友好の機運を民間レベルで高めて国交正常化を進めていきましょう。朝鮮の声放送の愛聴者であり医学博士である鈴木浩二さんと放送で知り合いになったのはとても嬉しいことです。お手紙を拝見して、鈴木さんが医学ばかりか各分野にも造詣が深く、キャリアの豊かな方であることが実感できました。また社会に対する正しい見解と観点を持っており、真の強い方であることがつくづく感じられました。鈴木さん、必ず訪朝なさってください。そして朝鮮の声放送と信仰を結んで正義の新しい世界を目指して共に参りましょう。では今日はこれで失礼いたします。
リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。をご紹介します。クムガンフタシモツケはイジミバナカの落葉帝国です。地中6年1917年、朝鮮のクムガン山で発見された特産植物です。高さは30〜70センチメートルで、上の部分で枝を張って垂れ下がります。小枝は赤茶色、古い枝は黒褐色です。葉は五星子、短い枝にいくつかの花群生します。6月下旬から7月にかけて包状果樹をなして単光色の小さな花が咲きます。種で繁殖し、挿し木も可能です。見栄えよく花が美しくて、単調植物の価値があります。朝鮮ではクムガンフタシモツケが天然記念物に指定されています。クムガンフタシモツケをご紹介しました。